はい、どうも、白熊先生です。今日の下ニュースは何かというとですね、宮迫博之さんがですね、やってる焼肉屋さん、これ、牛宮城ですね。まあ、これずっと炎上し続けてるんですけども、これですね、一応3月1日にですね、オープン予定ということになってるんですね。出てるんですけども、このですね、牛宮城が、果たして3月1日に本当にオープンするか否かってことですね、なんと海外のですね、オンラインカジノでですね、今回のこの、ね、件について、なんと賭けが行われてるというね、ことにまで発展してるんですね。で、ちなみになんですけども、その中でですね発表されている文章としてですね、相当ですねこれ牛宮城のことを小馬鹿にしてる感じがね伝わってくるわけなんですね。はい、今回の動画はですねそれの詳細、そしてですねじゃあ一体海外の人はですねオープンするか否かどっちの方にですねたくさんベッドかけてるのかっていうこと、その辺も含めてですねちょっといろいろと話をしていきたいと思います。はい、まずなんですけども、今回ですね、その宮迫さんの牛宮城なわけなんですけども、まあ本当ずっとですね、炎上しちゃってる感じなんですよね。まあもともとはですね、去年かなにでもですね、オープンするはずだったんですけども、まあなんやかんやで伸びて伸びてですね、一応ですね、最終的には3月1日にですね、まあオープンするっていう感じにはしてたわけですよ。で、その3月1日にオープンするために、まあ牛宮城再起生ドキュメントみたいな感じで動画を投稿していきながらですね、まあお店の改装費に何千万かかる、じゃあ高級腕時計を売ろうとかですね、そういう風に宮迫さんがですね、ピンチの中で一生懸命頑張って果たしてね、3月1日の開店に間に合うか否かみたいなことを、まあ、ドキュメント形式でやっていたわけですね。まあ、しかしなんですけども、オリエンタルラジオの中田敦彦さんとのコラボの中で、実はですね、バックに社長がいてですね、その金銭的にも余裕があったとか、そういうことを全部ばらされてしまって大炎上したわけですよね。で、その後ですね、宮迫さんは、一回ね、動画をですね、練り直しますみたいな感じでですね、一回活動休止に入ったっていう感じなんですね。まあまあまあ、それもやむなしですよね。やっぱりその、宮迫さんの再生ドキュメントを見て本気にして応援してたファンからすると、あ、そうか、お金がないのが演出だったんだ、ピンチなのが演出だったんだってなっちゃうと、それはねって話なわけですよ。はい。まあ、ただ何にせよですね、そのね、名のあるですね、企業家であるホリエモンさんだったりとか、あとはマネーの虎とかに出演した社長さんだったりとか、あとはひろゆきさんとか、いろんな方がですね、撤退した方がいいと。ね、今のまま商売をやっても無駄だということをですね、すごくね、辛辣に言ってるんですね。はい。だから、現在ですね、そのみんなのですよ、この視聴者と言いますが、世の中の注目って何かっていうと、果たして牛宮城を本当にオープンするのかオープンしないのかってここなんですよね。ここにね注目が、行ってるわけですよ。あんだけホリエモンさんとかがね、あんだけすごい結果を出してる人がですよ、いやこの状態でもうオープンはまずいと、この形式は成功しない、やめろって言ってんのに、果たして宮迫を本当にやるのかっていうね、はい、っていうところに注目が行ってるわけなんですけども、なんとですね、海外もどうやらですね、そこに注目が行ってるらしいんですね。はい、これ何かっていうとですね、オンラインブックメーカー&カジノのサイトがですね、予定通りに3月1日にオープンできるかをですね、賭けの対象にしているっていう話らしいんですね。で、これね、もうちょっと詳しく言いますと、これね、カリブ海に浮かぶですね、オランダ領キュラソー島にですね、登記しているですね、この海外オンラインカジノサイトではですね、今一番ホットな話題に、をベッドにしましたというふうにですね、告知したんですね。はい。でですね、リアルドキュメントだからこその熱量で多くの人たちを巻き込んで話題沸騰となっています、みたいなね、感じですね。はい。今日本中はこれに熱狂してますよみたいな感じでね。まあね、ちょっとバカにしてる感じもしますけど、まあ本気で言ってるのかバカにしてやってるのかちょっと微妙なところではあると思うんですけど、はい。ね、何にせよですね、そういう風にですね、あと海外のですね、カジノの方でも、賭けの対象になってると。はい。で、ちなみになんですけどもね、これね、1月25日の現在で、どれくらいね、その海外の人が賭け合ってるかって話なんですけども、これね、オープンする方がですね、1.9 倍で、できない方は 1.6 倍っていう風になってるわけですね。というわけですってね、回転できないにかける方が今のところ優勢っていう形になってるって話ですね。はい。回転しないのないかっていう風に、まあ予想してる人が多いという話ですね。というのがですね、現在の宮迫さんの牛宮城のですね、遊ばれっぷりというね、話になっております。はい。でなんですけども、じゃあこれ実際ね、これね、まあ僕は当然こんなのかけ方もわかりませんし、かけてませんけども、ちなみにこれどっちが勝つかっていうとですね、僕はですね、100% オープンするが勝つというふうに思ってます。はい。まあ、ここまで来たらね、オープンしないっていう手は絶対ないと思うんですよね、結局。まあ、オープンして、最初はすごい繁盛すると思いますよ。こんだけ言ってみても、良くも悪くも炎上したわけですからね、世間の人たちに牛宮城の存在を知らしめたわけなんですから、まあね、人は来るでしょうと。はい。まあ、しかしなんですけども、その後続かないっていうのが、僕の中で一番リアルな予想かなっていう気がします。はい。で、何よりね、何より僕一個思うのが、これちょっとね、さすがにこれ起きたら、こういうことが起きたら宮迫さんかわいそうだなって思うんですけど、でもね、起きそう
だなって思うのがですね、いわゆるですね、その食べログだったりとか、ネット上の評価だったりとか、そういうところでですね、その牛宮城まずいとかいうふうに言う人がいっぱい出てくるんじゃないかなって思うんですよね。で、それは本当にまずくてまずいっていう人もいるかもしれませんけども、何よりもこう、アンチ的な感じでね、アンチ的な、感じで、こんなところには行くなとか、ここはまずかったみたいな、そういう風に書く人たちがいっぱい出てくるんじゃないかなっていう気が、僕はするんですよね。アンチ的な行為で。はい。まあ本当にね、まあその牛宮城に行った人で、行った上で書いてる人がいるのかもしれないし、なんだったら行かないにもかかわらず、そういう風に口コミとかで書く人とかもいる可能性は僕はあるんじゃないかなって思うんですよね。なんかそれくらいね、なんかこの牛宮城って、なんか今本当に、その炎上の対象というかね、なんか遊びの対象みたいになっちゃってるじゃないですかね。だから例えばなんですけども、なんかちょっとね、なんか炎上系 YouTuber と言いますか、物もつけ YouTuber みたいな人がですよ、なんかオープンした牛宮城に行ってみたみたいなね、行ってみたけど肉はめちゃくちゃまずかったみたいな、なんかそういう動画出したりとかね、なんかなんかそういう対象にされてですね、まあいわゆるそのオープンされた後もですよ、オープンされた後もこういう風にですね、世間から遊ばれるねことに繋がっちゃうんじゃないかなっていう風に思いますね。まあ現在もね、海外でね遊ばれてるわけですからね、これね。海外で。今ね、一番ホットな話題ってね、そんなわけねえだろうっていうね。ホット、まあ、ホットではある、かもしれんけど、日本で今一番ホットな話題かっていうとね、って話なわけですからね。もっと大事なことあるわ、コロナとかっていうね、話なわけですから。はい。まあ何にせよですね、まあ宮迫さんもね、ここまでいろんな意味で話題になったら、まあ勝ちっちゃ勝ちなのかもしれないですけどね、なんか。まあただね、知名度を上げるという点で言うと大成功してますけども、これがいい知名度なのかというとですね、まあどうしてもクエスチョンマークが浮かんじゃいますからね。今後どうなっていくのかっていう感じですよ。はい。まあ何にせよですね、まあ宮迫さんの牛宮城をね、今後オープンするとは思うんですけども、まあ最初はうまく続いてですね、利益を出すんですけども、後半一気に失速するみたいな、多分1ヶ月とか、まあ多分2ヶ月くらいかな、なんか2ヶ月以降くらいからですね、一気にやばくなる感じがしますね。最初の1ヶ月くらいはですね、多分いろんな YouTuber ともコラボしてですね、宮迫さん自身もそういう動画を上げながらですね、牛宮城大成功みたいなね、っていう風な動画をですね、最初の1ヶ月くらいはね、出していくんじゃないかなっていう風に思います。まあ実際に成功するだろうしね。はい。まあ何にせよですね、牛宮城ね、皆さんもよかったらですね、これオンラインカジノサイトですね、これね、カリブ、海に浮かぶオランダ領キュラソー島に登記しているですね、海外オンラインカジノサイトの方ではですね、これかけれるそうなんで、よかったら皆さんね、興味ある方はかけてみたらいいんじゃないかなと思います。ちなみにね、カジノって海外ではありですからね、海外では。日本のカジノとかそういうところは賭博はね、違法になっちゃいますけども、基本的には公的なやつじゃないとね、海外はありですからね。はい。というわけでですね、今日はこの辺でラスコナ先生、ちょっとも今日は、してくださった方ですね、よかったらですね、高評価、チャンネル登録、あとコメントとかありましたら、ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。